お楽しみのバカどもこんにちはちょっとね、あのー、今日はね、ちょ皆さんにね、ちょっと言わなきゃいけないことがあります。いや、皆さんじゃないな。皆さんじゃないんだけど、バカに言いたいことがある。俺は。みんな、あ、まあ、ある程度バカなんだけど、その中でも特にバカに言いたいことがある。あのね、このね、50人クラフトっていうね、コンテンツはね、他のね、チャンネルにね、 あんまりない、ちょっぴりなんちゃってアンダーグラウンド感を楽しめるね、まあ、コンテンツなんですよ。わかりますかでね、昔からあるネットの雰囲気とかね、表に出せないね、も、ま、の、あ、を出したり、表に出せないものを出さないとね、そもそもこんな動画にね、コータンなんか出せるわけないじゃないですか。コータンも出せない、チルノも出せない、ナッシーも出せない、ヤチも出せない。ね、病気の人は出せないんですよ、普通は。ね、だからガキにもね、わかりやすく言うとね、 こう深夜番組的なノリだと思ってくれてね、いいかもしれない。簡単に言うとね、バカどもにも分かりやすいように言うと。で、最近ね、ナッシーっていう参加剤が入ったんですよ。最近の動画見ましたか。でね、こいつはもう異常者だからね、まあ、押すのはね、危険だと言ったんですよ。僕は。何度も何度も。したらね、中学校2年生、14歳のね、 バカなメスガキがね、こう、オスといったナッシーの押し赤を作ってるのを見つけたのよ。クズが。おい、クソメス。お前らね、ガキメスが主役のコンテンツじゃないのわかりますこうやってアピールして、押し勝つとか言ってるけど、あ、一句読んだろうか押しよりも、押してる自分が主人公。はい、バカまんこ俳句、はい、です。あの、 お前らが主人公じゃないねわかるか周囲に自己顕示欲するなら、ストップリに帰れ内藤 A に帰れキヨに帰れマジでお前ら。あの、ここはね、出しちゃいけないやつを出してるんですわ。海舎もそう。ナッシーもそう。ね出しちゃダメだろ、こんなバカどもが。こういうね、あのー、やつを出してるね。お前らね、バカガキはね、バカガキマンコは、人生権限が希薄すぎて、 薄っぺら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 薄い薄いその薄い人生経験だと理解できないかもしれないけどね。本当に、もう陰湿で精神的におかしいやつばっかりなんですよ。わかりますそういうやつを遠巻きに眺めるのが楽しい楽しみ方なんだよ。まあ、仮にね、押すとしてもよ。仮に押すとしても自己検事のために押すな。逆張りしてわざと目立つ。もうくずすぎ。じゃあね。 じゃあそういう参加税を入れるなとかね。見る自由があるとかね。いうね。ちょっとね。小,小賢しい、ね、バカメスがいるかもしれんけどね。もうクズ。もちろんね、見る自由はあるけどね。俺にも、お前らガキを罵倒する自由もある。わかるかこ見るなら、首相な態度で見なさい。わかります首相な態度って。バカだかわからんか首相って意味。あの、肩身狭いねん。わかるかメスマン、メスマンども。メスマン。 ここの界隈は、もともと FPS の界隈なんよ。ゲーム界隈。よ、わけのわからんね。そうなんかお、おしま、あのこ、アーケンじゃないねこれ。わかるアーケンの界隈じゃないの。わかるかお前ら、あのー、そう、癒しい、癒しい生まれだから。アーケンさんとか。正統派が、こう、海ミとか、ノジャジャとか、FPS 村の人たちを、のコンテンツだから、元はといえば。 違うんよ。ジャニーズじゃないんよ。もっといいもっと言い方変えた方がいい。なんか、なんかね、キラキラ界隈じゃないんですよ。わかりますマンコたち。わかるか癒しい生まれのやつはね、しっかり、ちゃんとね、肩身狭くして、あのー、もうお邪魔す、お客さんと思ってください。まあ、要するに、き、ま、め、あ、きめガキが空気乱してシャシャってんじゃねえよっていう話なんですよ。いいですか でもね、俺、これ優しいよ。俺、思うけど。ね、だって14歳の、メスガキを保護してやってんだよ。保護。俺はね、リプライしてよ。なんか、お前、アカウント消せって。<laughs> お前、あのー、なし押しとかしても、あのー、なし押しとかするんだったら迷惑だからアカウント消せって言って、そう更生施設だから。公生、公生。優しいないか。そこまでするのいや、それお前が悪いんやけどな。 お前が勘違いしそうやからああまずいなあと思って仮に参加税でもつながりでもしてみもう確実に大問題やでほんまに自己顕示欲メスザルさん本当にマジであともう一個あったわあのクンキッズ自己紹介カードとかいうねのねもうちょっと名前変えてあのバカメスマンコ手帳に変えてくんね名前 なんクンキッズ自己紹介カードってやつあるでしょ。やってるバカいるだろう。あれ、バカメスマンコ手帳っていう名前に変えといてくるね。全部あ。それで今後、今後やってくれや。<laughs> あの、男はバカオスザル、バカオスザル手帳に変えといて。バカオスザル手帳。女はバカメスマンコ手帳。こ <laughs> れに変えとけよあの、結論言うとね、教えかとかね。 あのー、バカメスマンコ手帳もね、まあ、やりたきゃやればいいけど市民権がねないってことは、ね、も理解してくれあと逆張りで目立つなあのー、この参加税を自己検事に使ってね挙句の果てにはね絡んでねこうなんかあのー、このパイロットが落ちるようなことになればねもう損失に繋がるほんまにほんまに損失に繋がるってことはあるんよわかるかパイロットに絡みに行っても損失するんで やめてくださいほんまにあの自己,け自己検事であのしょうもないところを押しても二郎君って知ってるかお前ら二郎君すげえ著名のパンダの好きなやつがいたんだよ昔2年前にもうめちゃくちゃ面白い二郎君ってやつがいてそいつもね一人のメスマンによってあの潰された結局メスマンと話してもう潰れてしまった、まあ、そういうことわかるか 推しとかね実際好きでもないけど自己顕示欲のために使ってるねあの性欲自己顕示欲バカバカざるまんこ聞いてるほんまにあのお前らはまだダメまあ押しやかとかやるにしてもあの肩身狭い思いをしながらやってくれできればあの指加えて見てるのが一番いいもう軽血だらラダラぶん流しながら指くわえて見てろ それが一番いい味方だどうせ問題起こすんだから問題起こしてねあのだるいことになるんだから頼むよほんまに静かにやってくれメスは節度を持てもうちょっといいなゴミメスどもクンさんなんか難しい話してるかっこいいはあ マジいや、マジで、マジでよ。本当に、マジで、あの、いやね、いいんよ、別に見てる分は。メスマンでも見てりゃいいんだよ、別に黙って。黙って見てりゃいいんだよ。でもね、こう、変なね、自己顕示欲に使うな。あの、よくわからん自己紹介、あの、手帳。なんだっけ。バカメスマンコ手帳とか作らんで、あの、自己顕示欲に使うな。 マジであの変なところを押すなんて知らねえだろそもそもナッシーのことなんかただの逆張りでそうしたら目立つかなっていうのでやってるだけだからあんなの本当に好きなら資産とか形成して自分を磨いた方がいいナッシー <laughs> どういうこと <laughs> ど,うど,ど,どういうこと <laughs> 何,何言ってるな何を言ってるのお前資産とか形成養えるだけの金をまず作れと。 あなのでいや、ナッシーを養うための金をまず作ってこいってことあーあなるほどね、紐にさせるための準備がない、できてない、覚悟もないくせに押すとかほざくなってことか。やっぱ実弾が必要ってことですね。ナッシー押すには実弾必要。うん、やっぱ覚悟は足りんな。待って、動画変わっちゃう、確かに。そうそう、やめとくか。 あのま、マジでちょっと大概にしとけよバカメスどもほんまに大概にしとけいい加減にしろあのいい名言があってさトラブルはこの3つのうちのどれかが絶対に関わるっていうね名言があって女か金か嫉妬 この,3つのトラこの3つは関わらないトラブルはこのように存在しないって言われてる。まあ間違いないな。大体この3つのどれかが関わる。もう9割5分関わる、これが。まあもう残りの5分は違うかもしんないけど、大体で、金と女と嫉妬のどれかは絶対関わる。間違いない。これガチの名言だから、お前ら覚えとけ。 押していいのはね、中される覚悟のあるメスだけだとか言ってるバカ見るダムの。お前頭見るダムだな、マジで、ほんまに。お前が未成年になったらどうすんだよ。それで問題なんだろうがよ。分かれや。頭見るダムかよ。ほんまに。そうじゃないねん。そういうことをしたら問題になるやろが。わからんかいな。ほんまに。これ動画かだ、動画か。このまま動画にする。 ミルダムさん、ちゃんと悪口です。違う違う違う。そいつ、セーニアとか GM の間違いを繰り返さないとかバカな発言してなかったっけ千夜とか GM の間違いを繰り返さないとかバカな発言してたな,しなかったっけまあね、もう一回言うけどね、ほとんどの場合ね、これね、適用されない話なんだけど、半年ロムっての。うん。半年ロムっての。本当に。 本当にロムレロムルって意味わかるかあのネットにコメントするな書き込むな別に SNS のアカウントでいろいろ言う必要ないから半年見て空気を見ろ !1 回ほんまにそうで半年コメントもしない !Twitter もしないあ,のあとねあのくんさんこんなこと言うとメス書きのファンが減りますよって言うかもしんないけどいやねあの変ねえから こんなんで <laughs> あのー、そもそもこれを見てねあのー、メ,スメスマンがねわ理解できるとも思ってない別にこれかわいいな日直やョクやなメスもオスロも別にいいんよオスロもいいんだけど自己顕示欲に使うなあとあのーまあ、少なくとも15歳未満があのオシカツアーカーとか作って遊ぶな危険だぞてめえらお俺が俺が大人だから忠告してやるわ あのゲーム実況者とかねみんなもうガキしかいないから何も言わないかもしんないけど俺がね大人のクんさん忠告してやる15歳でね推し活とかすんなもう18超えてからやで SNS も消しとけんもういいなもう優しいぞ俺はグサグサね高校生とかでねなんか歌い手押してみたりとかねなんか悪クキとか買ってみたりとかねそんなことしてもね何にもなんないんですよ すみませんでした、うんまあせめて高校生になってからだな迷惑かけなきゃいい缶バッジなんでたくさん集めんの知らねなんかキラキラしたものを集めたいんでしょあのあれと一緒あのロード・オブ・ザ・リングのあのゴラムみたいなのもんあの愛しい人愛しい人って言って指輪をね眺めてるゴラムみたいなもんあのキラキラしてっからあの集めたかんだよあのこうにこうに <laughs> 野光生物みたいなもんだからカラスとかそのゴブリンみたいなもんね小金虫でも集めてろ <laughs> よし、はい、まずまずやめとけよナシよしとかほんまに大概にしとけはいじゃあなちゃんと覚悟を持ていやそんな話してないなナシ マジでナッシー押しはね、犯罪に繋がるから、ほんとに。いや、ナッシーは分かりやすいけど、マジで、参加税とかは押してもいいけど、なんか繋がろうとしたり、それで自己顕利欲満たさない方がいい。あまあ、成人してたらいい。まあ、18超えてたら別に好きにすればいいんだけど、それもう自分の、自分の責任で好きにしてもらっていいんだけど、あの未成年で押すのはやめとけ。マジで。特に参加税とか。あれにしろ。なストプリとかでいいじゃん。ナイトウェイとかでいいじゃん、別にもう。 ねかっこいいよそっちの方が僕は物理的に大丈夫あそうヘルスカをそうヘルスカを教えれば来たいなら来てみろフィンランドまで来いや <laughs> それならいいやヘルスカいやでもマジで来たらどうすんだよダメ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 いやヘルスカがフィンランドでオフパコことかになったらどこの法律で裁けばいいの <laughs> どこの法律ベースで考えればいいんだろう <laughs> ど,どうしたらいいんだろうねフィンランドではフィンランドの法律で考えればいいのかな 領事裁判権ああ、そうだね。どう多分フィンランドの法律で裁くべきなのかもな。うん。フィンランドってそういう法律、確かイスラエルはそういう法律ないって MF 言ってたんだよ。脱法エロイプは可能いや、多分フィンランドの方が厳しい。厳しいで、多分フィンランドの方が。そういうの。フィンランドの50人クラフト、フィンランドの法律に照らし合わせ、50人クラフトに適用する。 ちょっとあれだねフィンランド人の法律のちょっと専門家が必要だね。国際弁護士みたいな人をちょっと雇う必要がありそうだな。50人クラフトで。リーガルチェック。16歳らしいじゃダメじゃん。イスラエルに50人クラフト本部を置く。 ああ。ああ。ああ。50人クラフト本部をイスラエルに設置すれば別に問題ないってことか。ああ。なるほどじゃねえよ、なし。